はい、では続きをやっていこうと思います。前回ボス戦やって終わりましたね。じゃあおさらいです。クロコ、炭鉱で出会った方のクロコね。ケローズで出会った3人の泥棒見習いたちからいつしか親分と慕われ、チーム一丸となって今日も逃げまくる。プチボム、ペパットが見よう見まねでボム、ボム兵にすり作り出した僕だ。ボム兵より小ぶりに作られていたため威力も小ぶり。ビッグボム、あーこれさ全部見れたの、これマジか、何考えてるので、わあやっちまったこれ。ペパと爆弾作りの名人として有名なため、あちこちで爆弾ばらまいた結果、人々の不満が爆発し大炎上した。いや最後はね、超巨大なボム兵に踏み潰されて終わったという話でしたね。3つ目のスターピースを大爆発に巻き込まれて散々だったが、3つ目のスターピースを確保したスターロードでエビバットの願いも叶うだろうか。それではドイノたちを探すとしようということで、はい、じゃあ先行きます。あ、よいしょよいしょ、動かないでしょ、よいしょよいしょよいしょ、ねえねえトラック押収の手伝って。ふふぽい、中央気が合います、見ますか。おお、やっぱ来るか、このミニゲームな。はい、これからトロッコのミニゲームが始まります。A でブレーキ、B でジャンプ、X、キノコで加速。わいわい、トロッコだトロッコだ。あ、懐かしい。狭いとこ苦手なんだよな。やっぱブレーキを駆使していくしかねえな。ほら、ここは大丈夫。狭いっていうか、なんかこう幅が狭いところはこういうところね、ゆっくり曲がって、あ、ありましたよ、オリジナルの方に。なんかあんまりあれだな、キノコ使わなかった覚えあるな。よし、あ、そう、何回かあるんだよな、これを繰り返すんだよな。わーわーわー、コースも同じなのかな。よしよし、あ、やばい、ジャンプ間違えた、キノコ取りたかった。難しいんだけど、当時もね、なんか全然苦手だった覚えがあるな、やってた時も。ほら、ああ。あ、なんかめっちゃキノコ溜め込んでる。お、外が見えてきたぞ。
パタパタしてる。3分近くかかっちゃった。あの子たちどうしてるかね、早く帰ってきてほしいよ。母ちゃん手付けや子供らのことマリオさんによくお願いしてきたから、マリオさんが帰ってくるの待ってろって。でもね、なんだか今すぐにでもあの子たちが帰ってきそうな気がするんだよ。おや、落ち着けって、空飛んでくるわけでもねえんだから、そんなにすぐ戻れるわけねえって。わあ、あ、落ち着いた、ただいま。わあ、こりゃぶったまんげた。本当に帰って、飛んで帰ってきてよ。あんたたち気がねえか、どこも痛くねえか。あーよ、あーよかったよ、マイトは大丈夫かい。うん、平気平気、マイトは強い子だもんね。面白かったね、マイト。そう、マイトは後ろにね、赤ちゃんなんだよね。そうそう、かわいいんだけど、だーだー。おーよしよし、マイトは怖かったろ。おーよしよし、ダイナ勝手に山行くんじゃねえって、母ちゃんいつも言ってたろ。もしものことがあったらどうすんだ。おいおい、落ち着けって母ちゃん、今日はあんまり怒んねえでやれや。それにはまだマリオさんに俺も言ってねえじゃねえか。あー、そうだったね、マリオさん本当にありがとね、感謝してるよ。いやね、穴開いた、なんだ全然構わねえって。な、父ちゃん、そんなもんならあっという間に直せるってよ。こうじゃ俺たちに任しとけってな。もしもメンチがぶっ壊れたらよ、すぐに修理してやっから、いつでも言ってくれや。こんにちは、無事に子供が帰ってきた、あんたのおかげだ、ありがとうよマリオさん。おお、ということで、ドゥカティ編クリア。ダイナとマイトが見つかって、スタンピーサーメン買ったところで、ピーチは今ごどこで。そう、ピーチ姫が、いまだにね、手がかりがなしっていうね。はい。トロッコ、面白かった、もっと乗りたい。ダイナと、すっかりマリオさんが抱きにいたみたいだ。おい、カブトムシ君、逃げるな、待ってくれ。ムッキー様のお家で遊ばないか。あー、来たぞ。その通り、無駄な抵抗やめておいてこい。ムッキー様と仲良しになるべきだ。そういうことはすぐに置いてくるべきだ。出た出た、あー出た、こいつら久しぶり。あ、ムーチョみたいなやつ。わあ、あ、マリオの頭に。いや、見つけたぞ。このカブトムシはブッキー様にプレゼントされるところのものなのだぞ。その通り、無駄な抵抗をやめて、カブトムシを我々に起こすべきだ。そういうことだ。もし渡さないとブッキータワーに来ても遊んであげないぞ。そもそもブッキー様はカブトムシが大好き。しかし今忙しいのだ。その通り、空から娘さんが降ってきたから一緒に遊んであげているのだ。だから我々がブッキー様の代わりにカブトムシを捕まえるべきなのだ。さあ渡せ、我々に起こすべきだ。ちょうだい。いやいや、また飛んだぞ。逃げちゃうぞ、追いかけるべきだ。なんだこいつら。でも空から娘さんが降ってきたって言ってたね。あ、ピカピカ石、あ、はいはい、くださいな。ピカピカ石、花火と交換しましょう。また道場、花火か。あれ、花火どこでゲットできたっけ。キターってとこにはね、面白いからくりがいっぱいあるんだって。あ、花火って好きか。オラの夢はよ、かっこいい仕掛け花火をすっぽんとぶっ放すことなの。でもでっけえのは難しくって、まだまだオラには作れないの。小さいのはできるんだけどな。500コイン、はい。おお、よし、花火を買いました。やばい、おかげでもう多分金欠や。144しかないお金。はいはい、くださいな。花火と交換にし、はい、交換します。これね、大事、ピカピカ石。オッケー。まあすぐにはね使わないんですけれども、ちょっと取っておきましょう。ピカピカ石、あれ道具屋だよね。まあすぐには、道具屋だったっけ、どこだったっけ。あ、そう、ここに掘り出し物屋オープン。ラッキージュエル100コインいらない。あ、いいな、そのピカピカ石ね、僕のカルボクッキーと交換してよ。え、これどうやったっけ、カルボクッキーどうだったっけ。いや、ちょっとチキチなの。ブッキータワーの扉は普通の力じゃ開かねえらしいよ。よほど力持ちじゃないと無理だ。
いやまあまあまだあの重要な局面じゃないか、まあまあとりあえずあの放っておこう、ピカピカ石はピカピカ石のままで。ただボクッキー食べたいな。よし、お疲れ様でした。マリオはお父様のトロッコ乗った、私は子供なんかダメなんだって、つまんない。よし、さあ次向かうべきは、お、伊賀谷。ちょっと待って、ちょローズタウンにちょっと寄るわ。あれリンクいるの、ローズタウンだったっけ、いや違うっけ。宿屋にですね、あ、ここじゃないか、もう別の町やったか。なんかまあ出てくるかどうかもわかんないけど、ダンジョンやっていきましょう。さあここでーす。あ、懐かしい。これ何調べるって、キラリと光るものが見えた。あ、カエルコイン、なんだと、こんなことありましたっけ。お、トゲ兵の色違い。ではほら、じゃあ何考えてやめきまーす。はい、こいつ俺にビビってるぜ、だっていで、おお、何やこいつ。よし、じゃあ次はこいつ、554、高えな。いい草、ゆっくりしていく草、リラックス。なんやこいつ。放電現象、いやー、500ぐらいあるのがきついな。よし、アクションコマンドが使わない。こういうのは焼いた方がいいか。あ、よし、焼きます。パーフェクト、お、いいね。弱点をついてくる。おい、ちょ待って、ない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 、うわっ、ててててて、てよし、くぅ、やばい、ちょ、Gのがやべえ。でででで、あ、三人技いくか。ほら、スターライダーズ、いけ。どう、倒せる。倒せてない。回復シャワーを G のに使おう。でででで、パーフェクト、おー、ようやく死んだ。ありがとうございます。この先に行って、あ、あれ、なにこれ、モンスターリスト、キニワ大根、1回3カエルコインは。なんのこっちゃって感じですけど、よし、あれ、もう抜けた。あら、さあ次、あー来た、ブッキータワー行くぞ。え、この辺からね、好き。あ、ブッキーとかいうやつはこんな立派な家があって、我が輩は宿なし、隣には助けを待つピーチ、そして立ち向かってくるマリオ、あの頃に戻りたい。ちょっとドアか誰かがチラチラしてますね。マリオ、まずい、バレるバレる、まあまあまあ、元気にしてたか。
何言ってるんだ、呼ばれ呼ばれ、貴様こんなとこになぜいるのだ、ピーチが我が輩の城で助けを待っているとしたらきっと今頃泣いておるぞ。クッパがね可愛いよ、マリオ RPG の。あ、ピーチ姫、あら今我が輩がどうのこうのってまさか、嘘、マリオじゃないの、マリオ私はここよ映画でもそうだったけど、ピーチ姫強い女だよな好きです。今の声はピーチ姫、逃げ出したと思ったらここにおったのか。さてそれでは我が輩は城に帰るとするか。どけ、わあ、乱暴はやめて、ウェルカム。さあ入ります。あ、鍵がかかっています。どうしようどうしよう、どうしたんですか、もしかして扉が開かないとか。あ、クッパおおおお相変わらず強引やななんとさすが我が輩。おや待てよ、もしやこれでこの中に入れるようになったのではないか。これほどのパワー味方に一人言うと実に助かると思ってるな。そうか、仕方ない。特別大サービスとして我が輩をクッパ軍団に君たちを入れてやろう。遠慮はいらん。え、マリオたちはクッパ軍団に入れてもらったことにしておこう。はい、いやー来たわメインウェポンやっぱ超強いからクッパマジで。仲間の入れ替え一応聞くか。いよいよ仲間が4人に増えました。ところがバトルは3人まで。ここで使うのが平成です。え、こちらにいる人はモンスターと戦えます。こちらにいる人はその間お休みです。仲間を入れ替えるには入れ替えたい人同士を選んでください。ちなみにマリオさんは抜けられません。アクションコマンドが連続で成功すると仲間ボーナスが発生します。ボーナスの絵は仲間ごとに決まっています。バトルに参加する仲間のボーナスだけ発生します。いろんな組み合わせを試してみてくださいね。よーし、ちょっとマロはね、あのね、何考えてるの要因でね、ちょっとなかなか外せないので、ジーの大好きなんですけども、こうしましょう。マリオ、マロ、クッパでいきます。ビリヒア、ファイア、ビッグボム、何それ。敵全体に火に氷、雷攻撃し、我が輩がとどめを食らわすので R だって。さあ、いや、ちょっと武器タワー見て終わりにするか。あ、こんにちは。いらっしゃいませ。ブッキー様は結婚の準備のためお会いできません。出直していただくか、さもなければ近づけてっぺんまでお登りください。わあ、いて、ちょ、おま、ちょっと待って、キノコあげよう。よし、何考えてやの、ブッカー。よし、200か。賃金が低い、何か恵むべきだ。闇クッパは恐怖の衝撃、ビビるべき技、敵を見えさせてます。はい、あ、ね、クッパはね、武器でね、ワンワンとかを使うんですけど、それがね、めっちゃ強い。なんかどっかでさ、ワンワンゲットできるような武器タワーの。よし、いいぞ。100% まで貯めてあれやな、あの必殺技っていうか3人の連携技みたいね。あ、君たちも、おお、なんかいろいろ出てきたな。ムーチョ、何考えてるの。ムーチョはコモエスタエスタニョーラ、なんかスペイン語か。いいぞ。不思議な踊り、あー、カカシになっちゃった。ちょっと待って、防御するか。何考えてやんの、キボット。
よし、操れ操られ世知辛い世の中。こいつずっと回復しかしないな。あ、間違えた。ててよし、木だから燃えるだろ。よし、おー、いいね。弱点をついていく。何考えてるの。ワンワン嫌い。あれ、もう瀕死か。あれ、あ、こいつあれか。魔法効かないもしかして。おお。そう、無駄落ちしてしまったぜ。まあ、今回この辺にしておくか。あ、懐かしい。これはね、まだね、この状態だと普通にシーソーで遊んでるだけなんですよね。あとピョンピョンピョン。二代目ブッキー。一代目ブッキー。あ、こんな感じになってたんだ、ブッキーの絵って。へぇー。ちょっとあれやな、ちょ、100% まで貯めたいな。あ、お、ブッキーが逃げていきます。わぁ。お、来たぞ。ちょっと3人技出します。行ってみましょう。え、ビリヘアファイアビッグボム、行け。あ、すごい。あ、かわいい。わあ、強そうだぞこれ。おー、ええやん。経験値2倍はちょっと怖いな。コイン2倍だったらやるんだけどな。あ、ちょ、お、カルコインあった。お待ちください、旅のお方。来たわね、ブッキー。私はブッキー、そしてここはブッキータワー。あなたはマリオにそっくりですな。実は先日空から桃色娘が降ってきて困り果てているのでございます。そういった理由によりおもてなしは不可能に近い。勝手に遊んでいってくださいな。さようなら、旅のお方。あー、来た。え、ここからの、ね、ビジュアルめっちゃ好き、ブッキータワーの。はい、ということで、じゃあ今回はここまでにしようと思います。お疲れ様でした。